はい、皆さんこんばんは。つながるラジオの時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、10月の15日ですね。はい、つながるラジオ今日もお届けしてまいります。ですね、私は今青森県の津軽地方に住んでおりまして、実は今日冒頭の挨拶ですね、こんばんはに今日から変えました。すごいちっちゃいことなんですけどね、もうこの5時半の時間はですね、だいぶ薄暗くなってきてまして、津軽地方だとちょっとこんにちはじゃないなっていう、そういう暗さなので、まあ、いよいよね、まあ、この冬至に向かって秋分の日終わりましたからね、どん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 夜の長さが、夜の方が長くなっていくって、日に日にね、迎えていってますから、ちょっと今日からこんばんはにしてみましたよと。はい、もう本当どうでもいいことなんですけどね。はい、今日もねちょっとお届けしていきたいと思いますね。はい、もう津軽は寒いです。もう寒いですね。本当この前まで暑いって言ってたのに、もう寒いですね。私の今あの足元ではですね、電気ストーブが、ついておりまして、もうストーブをつけないとですね、やっぱ朝晩は、寒いなぁと、なんでエアコンも、冷房運転から、今暖房運転にちょっと変わりましたと、そんな時期になりました。もう皆様のお住まいの地域もどうでしょうかね。なんかニュースなんか見てると、もう一斉に寒くなったっていう風なニュース見ますからね。長袖にしたよなんてニュース見ますからね。同じような感じなんですかね。青森県ではね、ちょっと今日収録日段階だと、まあ、正式にというかね、まあ、気象台発表ではないんですけど、でもやっぱり、雪はね、お山の方にはどうも降ってるらしくて、で、初冠雪っていう風にはまだなってないんですけど、まあ、非公式には、まあ、雪が降ってるらしいです、どうやら。なんか僕も今年初めて知ったんですけど、初冠雪っていうのが、あれなんですってね。その地方の気象台、なので僕ら青森地方だと青森地方気象台があるんですけど、その気象台の人が、まあ、その山に、目視で見て、目で見てですよ、降っていると積もっているっていう風に判断したら初冠雪になる、らしいんですよ。だからめちゃめちゃ山に近い人たち、麓に住んでらっしゃる方っていうのは、まあ、山近いからやっぱ雪降ってるとか降ってないとかっていうのが地肌で見えるじゃないですか、白くなってるかどうかでね。だからそれ気象台の人には見えなくても、麓の人にはもう降ってるの見えてる場合は、これ初冠雪にならないんですって、気象台の人に見えてないから。だからどうもそうらしいんですよね。これなかなか沖縄だとね、わからない感覚だと思うんですけど、私津軽住んででもね、この感覚があんまりちょっとわかんなかったですね。いや、もう降ったんだったらもういいじゃないかっていうふうに思うんですけどね。ということで、まあ、この収録日段階ではちょっとまだ初冠雪っていう感じにはなってませんが、まあきっとね、このオンエア日ぐらいにはもう初冠雪になっているかな、なんて、そんなことも思うぐらいやっぱ寒いですっていう、津軽地方にございで、にいます。はい。ですね、メッセージも募集しております。797@fmginawan.com、すべて小文字です。797@fmginawan.com でお待ちしております。はい、それでは今日も始めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで今日のつながるラジオですね。お話、何をしていこうかなと思っていましてたところですね。で、ちょうど先日、テレビのね、朝のニュース番組を、見てたんですよ。そしたら、ユニクロに関する、ちょっとニュースがありましたんでですね、ちょっとその話をしていきたいなっていうふうに思ってます。はい。あんまりなんか自分のことを、このラジオが始まった最初のね、さ、2、3回は自分のこと結構喋ってたんですけど、自分は何者かみたいな話をしてたんですけど、それ以降あんま喋ってないんで、ちょっと軽く触れておきたいと思うんですけどね。私は、新卒で、大学卒業後ですね、ユニクロに入社を実はしておりまして、約15年ほど勤めておりました。はい。お店で、店長をやらせていただいたりとか、あとは、ユニクロ店舗がね、結構多いんで、そのグループ分けっていうかね、ちっちゃくこう、8店舗ずつくらい、小分けにしている、エリアって呼んでいるようなグループがあるんですけど、そこの、エリアのマネージャーですね。スーパーバイザーっていうふうにユニクロでは呼ぶんですが、そういったスーパーバイザーのお仕事もやらせていただきましたし、あとは GU ですね。ユニクロだけじゃなくて GU で同じ会社がやってるんですけど、その GU の方にも行かせていただいて、店長もやったし、スーパーバイザーもやったし、あとは本部の方でね、商品作ったりみたいなね、商品関係の仕事もさせていただきました。はい。なんかね、いろんな、新卒から15年なんでね、いろんな経験をさせてもらった会社が、ユニクロであり、GU でありということなので、私の今の、ビジネスのね、基礎というか、自分っていうものの社会人の基礎を作ってくれたのは、ユニクロさんのおかげだなというふうに思うことが大きいです。はい。ですので、ユニクロのニュースには、敏感なんです。っていうことなんですよ。なので、ちょっとユニクロについて、ちょっとお話今日はしていきたいと思ってます。はい。そのニュースのね、内容だったんですけど、アンケートを取ったと。お客様なのかな、視聴者なのかな。アンケートを取って、ユニクロに対するイメージはどんなイメージを持ってますか、みたいな、そんなアンケートだったんですよね。で、年代によって、こう、10代、20代、30代、40代と。いう形で、年代によって持ってるイメージの1、2、3位みたいなので紹介している、そんなアンケートになってたんですけど、僕が入社した時からよく言われていたのは、やっぱ安いっていうことは言われていたんですよ。ちょっとね、もう今物価高になって、去年ぐらいからユニクロもね、だいぶ値上げをしましたので、なんだろうな、勤めてた人間だから余計感じちゃうんですけど、めちゃくちゃ高くなったなっていうのは僕は正直思っているところはあるんですが、それでもね、ランキングの中にやっぱ安いっていうのは入ってましたね。あとなんかこう使い勝手がいいみたいな、そんなこともあって、確かにね、ユニクロはそういうところ目指してますからね。ベーシックで、どんなものに回せやすい商品を作っていて、組み合わせが自由自在ということは、やっぱベーシックであることの方が、やっぱ組み合わせしやすいよね、みたいな、そんなコンセプトを持ってますからね。そういうのも、こう、お客様のアンケートの中に、結果の中に入ってたかな。で、私がね、一番結構意外というか、なんかこう、感慨深いな、みたいな、もうそんな気持ちさえちょっと持ったものが、感想がね、実はあって、これ10代で1位だったような気がするんですけどね。おしゃれっていうイメージを持ってるっていうふうにね、おっしゃってる方が、これ、結構各年代で、多かったんですよ。いや、このおしゃれっていうのはね、なんていうかな、ユニクロがね、過去ももがき苦しんできた時期がやっぱありましてですね。今日はその辺もちょっと話をしていきたいと思ってるんですけど、なかなかそういうおしゃれっていうワードを引き出せなくて、もがき苦しんできてたわけなんですよ。
で、まあ私が入社したのが2003年です。うん。2003年に入社した時のユニクロっていうのは、まあ、世の中はですね、どういうイメージかって言ったら、まあ、安かろう悪かろうみたいな、そんなイメージだったんですよね。まあ確かに安いよね、と。うん。なんだけど、品物ってそれなりのもんなんでしょっていう。だから、安いんだったら、まあ商品はそんないいもんじゃないよねっていうイメージが結構ありました。うん、で、そこを少し突き詰めて、こう、なんだろうかな、こう積み重ねて、まあいって、物はいいよねっていうところに到達している商品もあれば、やっぱそうじゃない商品もある。うん、なんかそういう感じだったんですよね。うん、まあ、とにかくユニクロで商品買うっていうことは、うん、まあ、おしゃれなものを買いに行っているっていう感覚は、まあ、ほとんどの人はない。安くて、まあまあ、それなりのもんで、ちょっと長持ちはしそうだから、まあ、買いましょっか、みたいな、そんな感じですよね。うん、でこれはもう実際に私もね、まあ、売り場で接客もさせていただいておりましたし、実際にこう店舗でね、お客様の声ご意見を伺うっていうことも多数ございましたので、その中でもやっぱ出てくるワードだったんですよ。うん、安かろう悪かろうそれなりのもんでしょと、いうのは、まあ、普通に聞こえてきていた言葉なんですね。うん、だからまあ到底やっぱおしゃれなんていう言葉からは、まあ、一番かけ離れているところにいて、まあ正直おしゃれでもなかったですからね。ベーシックではありましたけど、やっぱおしゃれかって言われたらおしゃれではない、なぁとは思いますね。で売ってる人たちもやっぱそういう感覚がありました。で結構ね、やっぱ働いている方からすると、ちょっと悲しいなっていうふうに思う出来事がもう一つやっぱあって、で皆さんご存知ですかね、ユニバレっていう言葉、ユニバレ、まあ、ご存知の方もねいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、当時その私が入社したあたりっていうのはそのユニバレっていう言葉があってですね、まあ、どういう言葉かというと、まあ、ユニクロだというふうにバレることなんですよ。で洋服って必ずその首の後ろのね、まあ、襟元のところに、タグ、メーカーさんのタグがついたり、ブランド名が入ったタグがついてるじゃないですか。うん。で、今のね、ユニクロの商品って、タグ式じゃなくて、プリント式のものも結構多いんで、こうタグ付けされているわけじゃないのがあるんですけど、まあ、当時はですね、すべてタグ付けだったんですよね。だからこう、ユニクロみたいなのこう、ペロペロってこう、ついてるような状態ですよね。うん。で、それを見ると、あ、ユニクロ着てるあいつと。うん。なんかダサいね、みたいな。うん。これ、ほんとそんな感じで言われてましたからね。うん。なんかダサいからって言われるのが恥ずかしいから、そのタグをハサミでちょん切って、みんな着るみたいな、うん、ユニバレっていうのは、まあ、要はちょっとこう恥ずかしいっていうのが入ってるんですよ、言葉の意味の中にね、うん、ダサいとかね、うん、そういうのがね、やっぱちょっとこう恥ずかしい洋服を僕ら売ってるのかってちょっとこう思っちゃう瞬間も、やっぱ私も人間なんでね、ちょっとそういう瞬間もありましたしね。うん、特にショッピングセンターのね、お店なんか行くと、これすぐちょっとこう、その場で着替えてね、汗かいちゃったからすぐ着替えたいからお買い上げいただいて、で、トイレなんかで着替えるっていう、そういうケースも、まあ、たまにはあるじゃないですか。うん。おそらくそういうケースのお客様だと思うんですけど、たまたま私もそのトイレをね、ショッピングセンターのトイレを利用したときに、その、首元のユニクロって書いてるタグだけこう引きちぎられていて、トイレの中のゴミ箱に捨てられているとか、うん、なんかそういうことも見たことありますしね。ああ、なんかこう悲しいなぁと、いうふうな、そういう思いが、そういう時代があったんですよ。で、やっぱ会社としてもね、やっぱ同じ思いやっぱ当然持っていて、
私たちが作っている商品っていうのは、やっぱりこう、その当時からやっぱ世界に通用する会社になっていく、世界の人に支持される商品を作っていくんだっていうふうなことは言ってましたから、うん。なので、やっぱ会社としてもね、これなんとかしなきゃっていうふうな思いがあったんでしょうね。いつくらいだったかね、ちょっと時期は忘れちゃいましたけど、おそらく2000年代の中盤ぐらいだと思うんですよね。2005年とか2006年ぐらいかなと思うんですけど、新聞広告を出したんですよ。うん、新聞広告。あんまり今はね、新聞の広告、全面広告って言ってね、こう、新聞見開きすると真ん中ぐらいに、一面で全ての紙面を使って広告を出すみたいなことって、たまにあるじゃないですか。昔結構それしょっちゅういろんな会社さんがやってらして、うん、でユニクロも結構やってたんですよね、うん、でその紙面広告、うん、ユニクロの新聞の中の紙面広告に、一面でこう出したんですよ、ユニクロがね、うん、でそこのその広告の中身はまず書いてあるこのワードっていうのがね、こんなことが書いてあって、ユニクロは低価格をやめますと、うん、ユニクロは低価格をやめますというふうに書かれているんですよね、うん、で、まあこれどういうことかっていうと、まあ今までこう話してきたようなことが、実際にお客様の心理イメージとしてやっぱあって、それをなんとか払拭したいと、うん、なのでまずは、なんか安かろうみたいなところをなくしたいっていう、多分、とこだったんだと思うんですよ、入り口はね。うん。だから、結構インパクトのある広告を打ちたかったということだと思うんですけど、低価格をやめる。だからそれまではもう、とにかく安いね、みたいなのが先行してるんで、まあ、それを打ち消したいと。うん。で、それがドーンと結構でかい文字で書かれていてですね。で、その下にこの自分たちの、まあ、会社としての思いみたいなのはこう結構長い文で書かれている、そんな広告だったんですよ。うん。検索していただけるとね、Google なんかでも画像検索すると出てきますんで、ちょっと見ていただければなと思うんですけど、まあ、大体この思いだけ言うとですよ。会社側の思いだけで言うと、この、低価格をやめると。で、もっともっと高品質、もっともっと商品の質を上げていきますと、うん、ね、だからこの品質なのにこの価格で買えるのっていう風な、そういう商品をどんどん作っていきますよと、うん、いうようなことが書かれてるんです。だから逆なんですよね、うん、なんでこの値段だから悪いよねっていうことじゃなくて、この品質なのにこの値段なのと、このだからこの値段で買えちゃうのこれがっていう風に、お客様の意識を変えるように私たちはしていきたいと思っているっていう、そういうことを言いたいわけなんですよね。うん。そう。だから、今をね、こういう風に言うと、確かになっていう風にこう納得していただける方もいらっしゃるかもしれませんけど、当時はそういう風になってないんでね、世の中が。だからもうすごい誤解を招いてしまって、逆に。うん。きちんと伝わって、た人もいれば伝わらなかった人もいらっしゃって、もうじゃあユニクロ安くならないんだとか、もうそのね、ユニクロは低価格をやめますっていう、その大きなメッセージをそのままストレートに、そこだけ一人歩きしてストレートに受け取ってしまった方からすると、もうじゃあユニクロ安くならないんだったらもう行かないと、うん、ちょっとした客離れもね、起きたんですよ。うん、それぐらいこう賛否両論をこう読んでしまった広告になっちゃったんですけど、結果的に、うん、ただそのユニクロは低価格をやめますっていう風な、その強烈なメッセージによって、まあ、正しく受け取ってもらった方っていうのは、まあ、その後のね、そのまま、まあ、カシミヤとかね、ユニクロやっていくことになるんですけど、その後当時はまあカシミヤなんていうのはもう百貨店でしか買えない商品で、うん、カシミヤを百貨店で買ったらもうやっぱ数万円すると、うん、1万円とかじゃ買える商品じゃないんですよ、うん、でそれにもうチャレンジするってずっと言ってて、会社がね、ずっと言ってて、でようやくそのができると、うん、でカシミヤヤギってね、まあ、内モンゴルの本当の、カシミヤの、まあ、他の百貨店さんとかが仕入れてくるちゃんとしたカシミヤのウールを
使っていて、うん、でそれをこう使ったカシミヤのセーターをやるんだと、うん、だから当時のそのプライスのなんですかね、こうゾーンっていうかプライスラインっていうか、だいたいその1000円とか、790円とか1290円とか1990円とか、まあ高くて3990円とか、アウターだったらまあ5990円もあるけどぐらいな、そういう価格ラインの中に、まあ1万何千円っていうのが初めて出てきたんですよね。うん、で、あれも結構一つの契機にきっかけになっていて、うん、ユニクロがカシミヤをやっていると。うん、で、そのカシミヤを1万2、3000円、一番安いやつ1万2、3000円だったかな。1万円切ってたやつもあった気がしますけどね。ちょっと忘れちゃいましたけど。でも1万円台だったんですよ。うん。2万円は全然しなくて。で、まあ肌触りも、あ、まあ思ったより全然いいじゃないかと。確かにカシミヤだわっていうね。うん。そういう評判をこう呼んでくれて。うん。だからそれが低価格をやめますっていうのを、まあ、体現したあの商品なんですよね。カシミヤってのは。だから、え、カシミヤなのにこの値段で買えるのっていう、うん、え、すごくないっていうことにやっぱこうなっていく一つのきっかけだったと思うんですよね。うん、カシミヤを登場したのと同時に、あとはやっぱブランディング、ブランド戦略っていうのもやっぱりどんどん変わってきていて、それまではどちらかというとこうチラシとかね、 CM のモデルも、あの日本の方を起用することが多かったものを、ちょっと海外の方をね起用するようになってみたりとか、うん、そういうのもね、増えてきてましたね。あの店内はほとんどこう日本人の方がモデルさんをやってたものが、もう、海外の方も混じってくるというか、うん、そういう風にしてこうちょっとずつちょっとずつこう変えていこう変えていこうっていうのが店内の装飾にも見えましたし、やっぱ何よりも大きかったのはこうアンバサダーって言われるね、よくあの皆さんもご覧になるんじゃないでしょうか、あのテニスのね、錦織選手とか、プレイしてるとね、こう左目にあのユニクロっていうロゴが入っているというのはね、結構見るシーン終わりなんじゃないかなと思いますけど、あれも一つのねブランディングの戦略ですよね。アンバサダーにやっぱ錦織選手とかにもなっていただいて、で、ああいうふうなこう、ね、大舞台で活躍することによって、あ、ユニクロってなんかすごい会社なんじゃないみたいなちょっとずつこう変えていくっていうね、いろんな方とそういうアンバサダー契約をね結びましたね。あのアダム・スコットさんとかね、ゴルフ、ね、今はやってませんけどね、やったりとか、あのテニスとか、まあ、スポーツ選手系が多いのかな、うん、そういうことでアンバサダーで少しこうブランディングをやっていく、で加えてあのブランディングにね、あのさらにブランディングをしていくために、やっぱ商品デザインですよ、商品デザインもコラボをしていくと、うん、いうことをやってったんですよね。うん、からまあ、結構話題を呼んだのは多分一番最初ジルサンダーさんとかね、うん、まあ、プラス J っていう商品群をね作って、当時ジルサンダーさんの洋服なんてのは、まあ、1万円とか2万円じゃ全然買えなくって、もっともっと高いところのね、まあ、ハイブランドだったわけなんですけど、そのジルサンダーさんをまあデザイナーとして招聘して、で、まあ、タッグを組んでちょっとオリジナル商品を作らせてくださいということで、まあ、ジルサンダーさんもちょっとご了承くださって、まあ、プラス J っていう商品を出したわけですよね、シリーズを。まあ、これがもうすごいね、もう発売日にはめちゃくちゃこう行列ができるぐらい大ヒットで、で、あのジルサンダーの商品がこの値段で買えるのと、うん、まあだから本当もともとのね、そういう根幹で言うと、ユニクロは低価格をやめますっていう新聞広告とを、まあ、体現してるもんなんですよ、これもね。うん、このジルサンダーの商品がこの値段で買えるのと、うん、で高品質なものがこの値段でいいんですかという低価格をやめます戦略、ね、これがもうずっと脈々と続いてきてるわけなんですよ。うん、これもやっぱデザイナーとのコラボもそうだしね、あとは売り場自体もそうなのかな、売り場自体もアップデートどんどんしていきましたよね。まあちょっと商品とはちょっと関係あんまり関わり合いがないかもしれないけど、やっぱ見せる売り場というかね、売り場の重機、ね、入れ物とか、
ね、今モニターのディスプレイがカビにはめ込んであったりとか、ああいうの昔なかったんですよ。うん、全然なくて、ただこう商品積み上げられてるものだけだったんですけど、まあ、なるべくその商品性がね、どういう商品なのかっていうことを少しでもこう伝えていくっていう工夫ですよね。うん、この商品にはこういう思いが込められていると、こういうふうな、メリット特徴のある商品なので、ぜひお客様にも手に触れて取っていただきたいっていうことを、やっぱ映像だとね、やっぱ分かりやすいじゃないですか。だからそういうことも使って、まあ、ブランディングをね、こう徐々にやってきたと、ね、いうことなわけなんですよね。なのでこう話をね、ちょっと冒頭のアンケートに戻していきますけれどもね、ユニクロのイメージといえばおしゃれっていうのがね、出てきたっていうのは、まあ、こういう風にね、ちょっと私のこう中にいた人間からすると、歴史からすると、まあ結構いろんな言われ方をしてきた中で、ようやくおしゃれっていうワードが、あ、今は出てくる時代になったんだと。もう多分ね、足掛け10年以上はかかってますね。まあ少なくとも2005年ぐらいにその新聞広告が出ている段階では、そういうふうにはなってなかったんで、世の中が。かそこからまあカウントしても、ね、まあやっぱり、10年じゃ、13、4年ぐらいはやっぱかかっているわけですよね。だから多分10年ぐらいやっぱ絶対かかったんですよ。だからね、ちょっとそのニュースを見てね、なんかこうちょっと感慨深いっていうふうに、まあ冒頭申し上げたら、やっぱそんな気持ちからでございますということでしてですね、はい、エンディングの時間を迎えました。はい、今日はですね、まあユニクロのちょっと歴史を少し紐解きながら、ユニクロはおしゃれだっていうふうなね、アンケート結果が出ましたよと、まあ、その歴史にはこんな背景があって今があるんだよっていう話をですね、ちょっと中にいた人目線でちょっと今日お届けをしてまいりましたが、いかがでしたでしょうかと。はい、朝晩の寒暖差だいぶ激しくなっておりますんでですね、皆さんも十分に、暖かくして、寝るように、ね、体調気をつけていきましょう。はい、それではまた来週お会いいたします。ありがとうございました。失礼いたします。